池田優子は、日本の医師。茨城県小賀市生まれ。埼玉県立浦和第一女子高等学校を経て、1981年日本、大学芸術学部放送学科卒業。結婚をするも、長女を出産後離婚し、医師の父親の影響を受け、シングルマザーとなった20歳代後半に医学部の受験をはじめ、1989年に、京林大学医学部に合格。 卒業後教林大学形成外科で研修医、浅見美容外科勤務を経て、2002年3月、東京都渋谷区に池田優子クリニックを開業する。その感性などにも注目が集まり、雑誌やテレビへの出演も多いほか、化粧品のプロデュースなど多方面にわたって活躍中である。テレビのバラエティ番組などで幾度となく、報じられた裕福な暮らしぶりが着目され、 2006年6月26日午後、長女が東京都渋谷区の自宅近くの路上で3億円の身の白金目的に拉致され誘拐されるが、翌27日無事解放され、3名の容疑者が警視庁に現行犯逮捕された。解放後、母子で記者会見に応じていた。その後、長女自身も池田優子プロデュースの化粧品を販売する会社の 取締役に就任し、学生事業家として母子でマスコミ取材に応じていた。ありがとうございます。